山口知事を訪ねたのは在日イタリア商工会議所のダビデ・ファントーニ事務局長です。ファントーニ事務局長は20年ぶりに訪れた佐賀の印象について、自然にあふれそのままの日本が見られる場所、イタリア人観光客が休暇を過ごす場所として可能性があると話しました。また佐賀とイタリアの特産品のコラボ商品の開発などを通じてビジネスの発展のきっかけにしたいとしています。まだイタリアの方には紹介していないところ、まあ、コスメであったりとか、あと食品などをうまくこう本当にちゃんとしたブランディングをまとめた形では紹介すればいいと思います。山口知事はイベントなどを通じて交流を深めたいと話していました。